この動画では高血圧性の脳出血の画像診断を中心に説明をしていきます。高血圧性脳出血に関しては脳内出血の中でも非常に頻度が高いので、我々放射線技師も撮影する機会が多いかと思いますが、後発部位があり場所がある程度決まっているということが非常に重要です。皮下出血や視床出血などある程度場所が決まっていますが、それぞれの部位ごとの出血の特徴を知るということを目標に詳しく説明をしていきたいと思います。キーワードについてはこれらについて説明していきますので、これらのキーワードについて興味がある方はぜひここから先の動画もご覧ください。それでは始めさせていただきます。こちらが今回の動画のメインとなるスライドですけれども、脳内出血の大半は高血圧性脳出血ですが、高血圧性脳出血に関しては部位がある程度決まっているという特徴があります。順に皮下出血、視床出血、皮質下出血、小脳出血、胸出血、尾状核出血の症例を載せさせていただきましたが、これらの部位が高血圧性脳出血の後発部位であり、逆にこれらの部位に出血があった場合にはまず高血圧性の脳出血を疑うということが大切です。高血圧性脳出血に関しては脳内出血の 80% を占めるため、救急の撮影などでは非常に出会う頻度が高いと思います。発症基準としては高血圧によって穿通枝の内膜に傷がつき、繊維性飛行や少子化を起こします。そしてリポヒアリノーシスと呼ばれる脂質を含む血小成分が沈着し動脈壊死を起こします。そして微小動脈瘤が形成され、それが破綻することによって出血を起こすというメカニズムです。最初のスライドで示したように後発部位を知っておくことが非常に重要で、頻度順に並べると皮下、視床、皮質下、小脳、胸、尾状核の順番となりますが、これらの穿通枝が原因となっており、これらの後発部位を知っておくことによってこれらの部位に出血があった場合には高血圧性の脳出血と疑うことができます。それではそれぞれの出血について個別に見ていきたいと思います。まずは最も頻度が高い皮下出血ですけれども、皮下は英語でピューテイメンなのでピューテイミナルヘモリッジと言います。こちらは外側線状大動脈といわれる中大脳動脈からヒゲのように生えている穿通枝の破綻によって生じる出血です。皮質に沿って進展した場合にはこの皮下の外側にある外胞を含み頭皮質化に至ります。また皮質脊髄瘤ですね、繊維の走行に沿って内胞や本線管に進展すると血腫と反対側の片麻痺が出現します。頻度は少ないですが、皮質下に進展した場合はくも膜下腔に破綻することもあるのが特徴です。皮下出血の原因となる穿通枝は外側線状態動脈 LSA となります。ラテラルストライエートアーテリーの略で、中大脳動脈の水平部 M1 から出ている穿通枝です。基底核と放線管を栄養する穿通枝の一つで、内側から出ているものは前方へ、外側から出ているものは後方へ走行していく特徴があります。またレンズ浸して日々洗浄という有名な頃で、洗浄体は皮下と微状核、レンズ核は皮下と単層球と覚えた方も多いと思いますけれども、こちらの血管は別名レンズ核線状体動脈とも言いますが、単層球の部分は主に前脈絡動脈から栄養されるため、レンズ核線状体動脈という用語を不適切と考える方もいるため、この動画では外側線状体動脈、ラテラルストライエートアーテリーという用語で統一しています。皮下出血の治療方針は神経学的所見、血腫量の体積、意識障害の程度などによって考慮されます。脳卒中治療ガイドラインでは神経学的所見が中等度、もしくは血腫量が 31ml 以上で、かつ血腫による圧迫所見が高度な皮下出血では血腫除去術を考慮しても良いとされています。また意識障害に関してはジャパンコーマスケール20から30程度の意識障害の場合には定位的血腫除去術を行うことは妥当であり、開頭血腫除去術や神経内視鏡手術を考慮しても良いと定められています。特に血腫量の体積に関しては CT で簡易的に計算することができるので、画像所見の果たす役割は大きいと考えられます。皮下出血はじめ脳内出血の治療方針には画像上から血腫量のサイズが測定される場合があります。血腫量のサイズの測定には解析ソフトが使われる場合もあると思いますが、
簡単に求めるためには、長さ×幅×厚さを2で割った値を採用します。これは、血腫を楕円体と近似し、公式としては体積は3分の 4πABC ですけれども、これを 2A2B2C というふうにし、無理やり8分の1で補正します。そうすると、だいたい 0.52×2A×2B×2C となりますので、こちらの公式が楕円体近似とした簡単な公式となるわけです。血腫量が 15ml を超える場合には予後不良。血腫量が 10ml よりも小さい場合には、出血部位に問わず外科的治療は行わない。血腫量が 31ml を超える比較出血の場合には、血腫除去術の適用となります。続いて、視床出血についてです。視床は英語でサラマスなので、サラミックヘモリッジについて説明していきます。視床に関しては、高大脳動脈から出ている穿通枝の破綻によって起こります。視床全部に出血がある場合は、視床開白隆起動脈。高内側部に出血がある場合は、視床穿通動脈。高外側部の場合は、視床室状態動脈。肺側の場合は、高脈絡層動脈が責任血管となります。視床出血も非常によく出会う疾患ですが、側脳室タイプや第三脳室へ伝播しやすいという特徴があり、比較出血と同様に内包や放線管に出血が及び、その場合は麻痺などの症状を呈します。出血が視床から比較にかけて広範囲に広がる混合型出血を呈することがあり、症状としては辺麻痺や感覚障害、また視床には手や口などの神経が通っているため、低口症候群など多彩な症状を呈するのが特徴です。視床を栄養する血管に関しては、高大脳動脈からの穿通枝が責任血管となります。前方から視床開白隆起動脈、視床穿通動脈、視床室状態動脈、高脈絡層動脈の4つがありますけれども、視床開白隆起動脈に関しては、この PCOM、高交通動脈から由来し、前方を栄養します。視床穿通動脈に関しては、高大脳動脈の P1 由来となっており、高内側部を栄養。視床室状態動脈に関しては P2 由来となっており、高外側部を栄養。高脈絡層動脈に関しては P2 由来で、肺側を栄養している血管となります。視床出血の治療方針としては、到達経路に重要な構造物である内包があるため、一般に血腫除去術の適用はありません。脳卒中治療ガイドラインでも、急性期の治療として血腫除去術は進められないとされており、内科的治療がメインになります。続いて、皮質下出血です。皮質下の出血ということで、大脳皮質のすぐ近傍の出血ですけれども、責任血管は、例えば中大脳動脈の末梢などから出ている髄質動脈が責任血管となります。皮質が出血点であると考えられる症例も多くあるため、皮質下出血、サブコーティカルヘモリッジという用語ではなく、脳様型出血、ローバーヘモリッジという用語を使うべきという意見もあります。皮質下出血の特徴としては、原因が高血圧性が約半分、非高血圧性が約半分ということで、皮質下出血を見たとしても高血圧性と決めつけるのではなく、高血圧性以外の原因検索が必要ということが特徴となります。非高血圧性の原因としては、若年者の場合は脳動静脈奇形、高齢者の場合はアミロイドアンギオパチーが多いとされています。皮質下出血の治療方針としては、脳表からの深さによって治療方針が決まります。脳表に近い、つまり脳表からの深さが1センチ以下のものでは手術を考慮しても良いとされており、逆に脳表からの深さが1センチ以上の場合は内科的治療がメインとなります。また、非高血圧性のうち、脳動静脈奇形からの出血例に関しては、外科的手術やガンマナイフ、側栓術が考慮されます。続いて、小脳出血、セレベラーヘモリッジについてです。小脳出血の場合には、小脳視床核と呼ばれる部分が後発部位で、その小脳視床核を栄養する上小脳動脈と高下小脳動脈が責任血管となります。また、視床核以外にも、小脳チューブや第四脳室周囲に血腫がある場合にも高血圧性を疑います。逆に、小脳視床核やこれらの部位以外に出血がある場合には、他の原因検索が必要となります。小脳出血の特徴としては、日中活動時の激しい後頭部痛、回転性めまい、反復スロートなどを起こし、大きな血腫の場合には第四脳室に穿破を起こします。
小脳を栄養する主要血管に関しては、上小脳動脈 SCA、前下小脳動脈 I 下、後下小脳動脈 PI 下の3本がありますが、上小脳動脈は脳底動脈の上の方から、前下小脳動脈は脳底動脈の下の方から、後下小脳動脈は椎骨動脈からそれぞれ起死しています。高血圧性脳出血の後発部位である小脳視上核に関しては、上小脳動脈と後下小脳動脈から栄養しているため、小脳視上核の出血を見た場合には、これらの血管が責任血管となります。小脳出血の治療方針に関しては、外科的治療が考慮される場合があります。最大径が3センチ以上の小脳出血で、神経学的症候が増悪している場合、または小脳出血が脳幹を圧迫し、閉塞性水頭症をきたしている場合には、血腫除去術を行うことは妥当であると定められています。このような場合、脳室ドレナージのみの初期治療は推奨していないとされており、小脳出血を見た場合には、サイズをしっかり確認することが大切です。続いて、脳幹出血について扱っていきますが、高血圧性脳出血の脳幹出血に関しては、ほとんどが胸の出血ですので、胸出血についてメインで扱っていきます。胸の出血に関しては、脳底動脈からの潜通子である、胸房成中動脈と回旋子が責任血管となります。血腫の位置に関しては、その血管の位置から、胸の成中もしくは房成中に存在することが多く、胸の解剖としては、胸の前半分を胸底部、胸の後ろ半分を胸被蓋部と言いますが、後ろ側の胸被蓋部を含むことが多いです。また、脳幹部の出血ですので、脳外出血の中でも最も重症で予後不良となり、しばしば第4脳室に潜伏するという特徴があります。胸を栄養する潜通子に関しては、脳底動脈から分岐し、胸を房成中動脈と、回旋子がありますが、回旋子に関しては短く回る短回旋動脈と長く回る長回旋動脈があります。胸の出血を見た場合にはこれらの血管が責任血管となります。高血圧性の脳幹出血の治療方針に関しては、急性期の血腫除去術は進められないとされており、手術治療の無効性が報告され、減圧解凍術に関しては有効性に関する一貫した報告は認められないとされています。よって胸の出血を見た場合には手術加療はしないと考えていただいていいと思います。最後に、頻度は低いですが、微状核出血、高齢とヘムレッジについてです。責任血管に関しては、前大脳動脈からの潜通子である内側線状態動脈とホイブネルの反回動脈、中大脳動脈からの潜通子である外側線状態動脈が責任血管となります。微状核に関しては、側脳室の壁の一部となっているため、出血は早期に側脳室内に潜伏し、ほとんどの症例が潜伏症例となります。症状としては突然の頭痛で発症しますが、麻痺は伴わないため、くも膜下出血との鑑別を要するとされています。微状核を栄養する潜通子のうち、外側線状態動脈に関しては説明済みですので、こちらのスライドでは、前大脳動脈からの潜通子について説明していきたいと思います。前大脳動脈からの潜通子は、内側線状態動脈 MSA と、ホイブネルの反回動脈があります。内側線状態動脈に関しては、前大脳動脈の A1 から分岐する血管で、ホイブネルの反回動脈に関しては、A1 から A2 の境目である A1-A2 ジャンクションから分岐している血管となります。微状核の出血を見た場合には、これらの血管が責任血管であると予想することができます。脳内出血は、時に脳室内に潜伏することがあります。左から順番に、比較視床の混合型出血の側脳室潜伏、胸出血の第4脳室潜伏、小脳出血の第4脳室潜伏、微状核出血の側脳室潜伏の症例を示しましたが、このような脳室内潜伏が起きた場合には、頭痛や嘔吐、行外の患者さんの頭部を持ち上げると抵抗がある後部硬直の症状、意識レベル低下などが起きていきます。急性水頭症に発展しやすいため、頭蓋内圧の制御に外科的治療を要する場合が多く、脳室拡大が強い場合には脳室ドレナージが行われます。
脳室内穿破に関しては解剖学的に近い場所に穿破していきます。稀ではありますが皮下出血が広がっていった場合にはくも膜下出血への穿破、視床出血の場合には第三脳室または側脳室、小脳や胸の出血が起きた場合には第四脳室、尾状核の出血が起きた場合には側脳室に穿破していきます。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は高血圧性脳出血に関して説明してきましたが、高血圧性脳出血に関しては後発部位があるということが何よりも大切でした。頻度が高い部位としては皮下出血、視床出血、皮質下出血、小脳出血、胸出血、尾状核出血がありました。それぞれの後発部位に対する責任欠陥をしっかり理解することが大切で、また31ミリリットル以上の皮下出血や脳表からの深さが1センチ以下の皮質下出血、3センチ以上の小脳出血の場合には手術適用となります。また特に皮質下に関してですけれども、高血圧性と非高血圧性が約半々ですので、皮質下出血の場合には原因検索が必要です。その他後発部位以外の出血や若年者の場合には原因検索の検査が追加されると思います。以上が今回の動画の内容のまとめとなります。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指してためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。